こんばんは、レバルです。今日は、ついにね、あのアペンドが来たと。まあ、巷では、難易度35で、一番高いと言われている、あのね、アペンドが来たということで、やっていこうと思います。やっていこう。これですね、35ということで、唯一の35。まあ、初音ミクの劇場フルバージョンは置いといて、唯一の35ということでね。まあ、まずはね、回復なしでやっていこうか。ちなみに、マスターはフルコンしとったけど、再フルコン一回もしたことないっていう、フルコンなんなら2年前くらい出してるのに、まだ再フルコン一回も出してないっていう、地獄なんやけど、そう、4本指があるやんね。そう、アペンドは4本指があるんですよ。そして何気に多分、あ、でも今んとこなんか、あい、あ、待ってやばい、あ、もうこの、あ、もう3本と2本のこのね、使い分けがね、わかんないよ、見えないよ、わかんないよ、あと何分生き残れるかっていうね、そこをね、ちょっとなんかもう、あ、やばい、ゼオシでいけん、これ、あ、ゼオシでいけそうじゃね、そんなことはいいで、ちょっとちゃんと、おお、交差したよ、今、手元見えてないでわからんと思うけど、すごい、あ、塗り替えられたよ。分かった、今塗り替えられたよ。そんなことあるよ。ああ、これ全押しね。もう全押しね、これこのね、応用力、応用力やっぱ小賢しく生きよ。おおあ、でもなんかマジで 4K 譜面って感じするで、なんかできる人はちゃんとできそうじゃない。おお、とんでもないんだぞみたいな。ちょっと待って、ちょっと待って、この2本と3本のさ、切り替えができんのよ。そんなね、頭が柔らかくないのよ。頭、めちゃくちゃ無理やで。おお、でも何気に生き残っとるって見たらもう、なんかライフ赤いんやけど。あー、ここが多分いちゃむずいよねー。何これ、あー、わからん、ちっちゃ、あ、ちっちゃ、ちょ、死にそうなんやけど。おお、あー、死んだ回復持ってこう。やっぱね、自分の力は自分でね、ちゃんとね、測りきれないかんのよ。そのね、自分が回復なしでクリアできるなんて、そんなね、思ったら、高望みしたらあかんよ。多分この辺も全押しできるよね、ほら。まあ、そういうのをちゃんと、おぉ、全押しね。ちゃんとね、こういうね、しょうもないこと見つけて、ごちゃった。全押しのデメリット出ちゃう、えい。親指でやってる人たちってさ、こういうアペンド来た時、どういう感情なんやろ。あれなんかな、よくある、干渉用譜面みたいな。テンプレコメントみたいな。あー、待って、まあ、回復ありならさすがに死にはせんよ、ね。まあ劇場フルも回復ありでクリアしとるで、回復なしはさすがに無理やったけど、待って、わかんない、もう邪魔しようこの辺やよね、確かなんか死んだの、ここは見た気がする。おーおおお、あー、何これ、あー、待って、もう目が悪すぎて見えない。ごめん、視力さ、僕 0.1 もないやん、多分 0.1 ないくらいなんやって、マジで見えんのよね。おお、まあ、コンタクトするけど。マジで本当にやめた。おお、何こ、何その変な形。下がちょっとデブっとったよ。そのロングノーツ。まあ、なんかもう適当にやっとるんやけど。大丈夫、なんか適当にやっとるけど、何、ちょっと繋がってないギリギリ繋がってないくらいの。あ、わからん。わかんない。わかんない。うん。うん。おお、何その形。むずくないっすかグレート126って全押ししすぎ、適当しすぎやろ、さすがに。さすがに音聞いてなさすぎじゃないまあいいや。ということで、まあちょっと回復なしクリア、ワンチャン狙ってみるか。狙ってみよう。ということで、狙っていきます。30? ああ。来たよ。何これ。わあ、来た、危ねえ。よーしよ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 し。回復なしクリアは行きました。むちゃくちゃむずいな、これ。っていうか、グレートやば。もうファストばっかりもう適当しすぎやろ、お前や。ということで、まあまあまあ、回復なしクリアできたんで、まあいいでしょう、ということで。ご視聴ありがとうございました。では、さよなら。